こんにちは、石崎です。本日はですね、ホークスの今シーズンを振り返りたいなと思います。2年連続優勝を逃したホークスですが、短期決戦では圧倒的な戦いを見せてきました。ただ2020年は国際大会の影響で柱であるグラシアルやモイネロ、エスパイネラがどこまで出場できるのか読めませんでした。そのため日本人枠になっているバレンティン、そして先発で大物メジャーリーガーのムーアを獲得。もともとある戦力層も大変強力で上位で予想していたのですが、千賀選手や甲斐野選手ら怪我人も続出、グラシアルらもいつ日本に戻ってこれるかわからない中で不透明な戦いが予想されていたので優勝予想はしませんでした。開幕戦こそサヨナラ勝ちも、その後は勝ちパターン期待の岩崎選手が苦しんだり、投手陣全体で四死球が目立ってしまったり、打線もつながりを欠いてしまったり、上々のスタートとは言いづらかったんです。ただその中でもオリックス相手にしっかりと勝ち切ったり、接戦も取ってきました。まあ、何よりモイネロは日本にいて、まあ、勝ちパターンが盤石だったというのも大きかったかなと思います。まあ、ロッテを苦手としていたり、今季も中継ぎ陣に負担のかかりそうな運用だったり、再び怪我人を出してしまったり、批判ももちろん多かったわけですが、特殊なシーズンの中でなんとか運用し、最終盤にはチームが投打ともにピークという状態になってきました。まあ、ロッテとの熱い優勝争いを振り切り、無双して優勝達成。その後 CS では当職戦もロッテを振り切って、日本シリーズではまさに無双。最終盤とポストシーズンはまさに暴力とも言える強さでした。まずは先発。先発防御率は 3.11 でダントツ、防御率 2.9 にもダントツ、 QS 率 48.3% で2位ですが、先発の強さが光っています。すでに暴力的なわけですが、今季開幕当初千賀選手が出遅れ、さらに当初先発期待の松本裕樹選手がローテ争い終盤で敗れリリーフに、また高橋礼選手もコンディションと言われていたのですがリリーフ待機、先発転向の可能性もあった高橋純平選手は中継ぎ選任、さらに出遅れ、昨年日本柱の2人がいないという想定とは全く違った中でこれだけのローテーションを組めるというのがおかしい話。まず今季は石川修太選手がものすごかったんです。まあ、カット、スライダー、フォーク、まあ、よく言われるカーブで目線を変えることができて、三振もゴロも奪える、四死球こそあれど要所でコントロールミスをしないからこそ粘り強くイニングを投げられる、初完封など以前2桁勝利をした年からもう一段階上のレベルになっている印象があって、ストレートに見える変化球を多投して空振りも奪える、そしてテンポよく試合を進めていく、本当に素晴らしいピッチャーです。千賀選手は出遅れはしたものの、今季もストレートが160キロとすごい出力、フォークもすごいんですが、今季は特にカットボールが素晴らしく、中盤は球数で苦しんだりフォークの落ちが甘く要所で打たれたこともあったのですが、最終盤10月以降は5試合で4勝1敗、自責はゼロ、四死球もあったり引っ張りすぎた系統もあったのですが、エースとして中盤以降はチームを完全に引っ張ってくれました。そして開幕投手に選出された東浜選手が、今季はストレートのスピードが153キロ近辺とかなり躍動感がありました。当初は球数がかかってイニングを超えなかったりコンディションも心配されていたのですが、終盤は抜群の安定感、まあ、特に7回で降りたのですが、終盤の西武戦まさに完璧でした。ストレートに見せる変化球、決め球含めて完璧、これまでより総合力がはるかに上がっていて、まあ、序盤の苦しみなどもあって2桁勝利こそ逃してしまって、期待まであとわずかというところまで行ったのですが、逃しポストシーズンは離脱してしまいました。まあ、終盤は悔しかったのですが、千賀選手不在の中で開幕投手、エースとしてもチームを引っ張り復活した、まあ、彼の力あってこそ優勝はあったと言えるんじゃないかなと思います。そして長いイニングとはならなくても、和田選手がしっかりと試合を作ってくれました。大ベテランに差し掛かる中で直球でしっかり寄せていて、被打率は1割9分8厘、ストレートで三振を取れるというのが本当に気持ちいいんですよね。まあ、これまでは怪我に苦しんできたのですが、今季は多く登板でき、苦しい時にローテーションを支えてくれ、大舞台でも結果を残してくれました。日本シリーズでは長いイニングとはいかなかったのですが、試合を壊さずピンチで粘りました。このベテランの活躍も大変大きいなと思います。そしてムーア、今季シーズン途中に離脱したのですが、左腕から150キロを安定して超えてくる出力、さらにカットやナックルカーブ、チェンジと変化球も決め球があります。少し球数がかかってしまった印象もあるのですが、日本シリーズでも巨人を支配的ピッチングで制圧、見ててワクワクするメジャーリーガー。まあ、離脱は痛かったのですが、本当に素晴らしい投球、さらに今季ブレイクした加瀬谷選手もこれまでより制球がまとまった印象もあって、スライダー、カーブ、チェンジ、全てで三振が奪える美しいピッチング、ショートイニングから先発でも結果、彼も試合を作れるようになりました。当初多く先発した日本選手もある程度試合は作ってくれていたのですが、まあ他の投手陣がエグすぎるので、ホークスだと少しチャンスがあるというように思われてしまう印象もあります。まあ、ストライクゾーンに動くツーシームを投げ込むんですが、球威で押せているというわけではない印象もあって、他のチームなら文句なしでローテクラスなのですが、ホークスだと少し苦しい立場にもなるのかなというふうに思います。全体を通して離脱者もいた中でこのローテ暴力的、
球が速くて三振を奪える変化球もあります。多少のフォアボールがあっても要所で抑えるコマンド能力に長けている投手が多いのがホークスで、本当に強力な先発陣、まあ、この投手陣も優勝に大きく貢献してくれました。そしてリリーフ、昨年セットアッパーだった甲斐野選手、一昨年のセットアッパー梶谷選手がおらず、まあ、昨年は一時期セットアッパーに近い場面でも投げていた高橋純平選手も怪我、国際大会がなかったことでモイネロが開幕から一軍でいてくれたのは本当に大きく、もう、まあ、彼の負担は本当にすごいんですが、もう抜群の投球を今年も見せてくれました。加山、まあ、選手と高橋玲選手をセットアップ、左右ワンポイント的にも起用し、7回までつなぎ、8回9回をモイネロ森選手という、まあ、贅沢すぎる勝利の方程式。もう高橋玲選手をワンポイント起用というケースもあって、まあ、これは本当に羨ましい反面、まあ、負担も大きく、一時期は球速が出ていないこともありました。ただシーズン途中に泉選手、松本裕樹選手、そして坂東選手や笠谷選手という若手投手がビハインドやロングでアピールし、セットアップに近い場面、火消し、ワンポイント的にも起用されてきました。まあ、特に坂東選手はショートスターターや先発ロングなど様々な形で起用、本当に良いところを見せて、ピンチに強く、カットやフォーク、シュートを用いてゴロ、三振も取り、様々な起用で結果を残していたのですが、怪我で手術。津森選手はいきなりデビューが満塁、その後ホームランを被弾も、ロングイニングを投げたり良さもありました。ただ実戦での期待ほど安定感はなく、課題も見え、ファーム調整、一軍に戻ってきた後はそこまで登板が多くはありませんでした。まあ、ただ川原選手は数字ほどの安定感はなく、逆に岩崎選手は西武戦での痛恨の一発一打が目立ち、数字はかなり悪いんですが、中盤には良さを見せてきました。開幕一軍後に抹消、かつての球威が戻ってきていて、ファーム調整を経て、まあ、彼の本来の姿が戻ってきたような印象があります。まあ、一軍に戻ってきてから満塁被打もあったのですが、コンディションは戻ってきています。終盤には圧倒的なスピードの杉山選手も一軍、ビハインドや大量リードでも150キロを平気で投げてくる杉山選手や、角度と150キロの直球と圧倒的フォークを投げる C の選手が出てくるのが、ホークス投手陣の暴力と言われるゆえん、もうこの投手陣って他球団なら勝ちパターン投げてたよ、当然なんですよ。森選手、モイネロ、加山選手、岩崎選手、高橋玲選手、泉選手、杉山選手、松本選手、 C の選手らがいて、つける隙がありません。先発が早めに折れた時、勝利の方程式につなぐまでの間にバタバタする、いろんな投手をマシンガン起用してくる中で、なんとか1打で決めるくらいしか、もうチャンスはあまりないんですよね。まあ、それが多くロッテ戦で出てしまっていたなっていう印象があって、まあ、それもロッテに苦しんでいた要因の一つかなというふうに個人的には思っています。全体のポジ予想としては、千賀選手出遅れもさすが、東山選手完全復活、引き出し出力が上がったこと、石川選手の大成長、泉選手、坂東選手、杉山選手、松本選手らリリーフが多く一軍を経験しブレイクしたこと、四死球は多かったんですが被弾が少なく83で最少、1035奪三振と最多。願い予想としては、安藤選手の怪我投手術、甲斐野選手と高橋純平選手が一軍で投げられなかったこと、まあ、今季もリリーフの負担が多かったこと、まあ、今季も登板は若干多かったのですが、終盤はむしろ、まあ、勝ちパターンの登板機会が少なかったかなという印象もあります。まあ、東山選手、ムーアが序盤に球数がかかってしまったところ、まあ、正直探す方が難しいんですが、投手陣に関してはこんなところかなというふうに思います。そして打撃陣、チーム打率2割4分9厘でリーグ2位タイ、本塁打126でリーグ1位、 OPS7 割2分2厘でリーグ2位、得点数531でリーグ2位、得点圏打率2割6分1厘で2位タイ。数字を見れば分かる通り、まあ、柳田選手以外で3割を超えているという選手がおらず、デスパイネやグラシアルの出場試合数がコロナの関係、さらにデスパイネは怪我で減っています。実際打率や得点圏打率は上位とはいえ1位ではありません。ただやはり長打力はピカイチ、しかし当初は打順を固めることができていませんでした。今季アピールをしていた栗原選手、彼の飛躍が本当に大きかったんです。開幕にはグラシアルらもおらず、上林選手や栗原選手といったホークス内での若手、そしてベテラン長谷川選手やバレンティンに期待がありました。当初は長谷川選手が好調だったのですが怪我、そしてその後コロナ感染、バレンティンは不振、中村晃選手は出遅れたのですが、その後どの打順でも安定してパフォーマンスを発揮、柳田選手と中村選手でチャンスを作って返すという形もでき、当初は先頭でもあったんですが、栗原選手がやや調子を落としながら要所で1本放てる力があり、このコア3人に依存していた時期もありました。ただグラシアルが戻ってくると、もうこのコア3人に1人増えました。この4人を散らすのはかなりもったいないように感じましたし、その間にいろんな選手を入れたことで打線がつながらず、まあ、勝負されないこともあって批判もありました。ただ最終盤には打線の形が見えたかなというふうに思っています。それはやはり周東選手の存在、これまでは機動力はあるのですがダイソー中心、今季はスタメン出場も増え、エラーもあったのですが広い守備範囲、ショートの方が安定感は見えるんですが二遊間で多く守り、打撃でも多く安打を放ってくれていて、13試合連続盗塁など
走りまくりました。そしてその盗塁ができたのは2番に定着した中村晃選手のおかげ。数字でこそ目立たないのですが、高い出塁力、さらにチャンスでランナーを返す、特に犠牲フライを打つ力が本当に高いんです。俊足のランナーの盗塁を待ちながら自分の打撃、求められているケースバッティングもできてしまう万能ぶり、さらに返す打撃、選球眼というところもさすが。相手からすると本当に厄介です。もちろんグラシアル、柳田選手の左右の最強打者がいて、下位打線に一発のあるデスパイネがいて、松田選手も不振ではありながら意外性の一発、下位選手も率こそ低いんですがパンチ力、打線のバランスまで整っていてコアが最強、数字以上の恐ろしさがあります。しかし課題もあります。今季の代打成功率は1割6分3厘でリーグ5位。代打で川島選手や赤瀬選手らが期待をされていたのですが、不振の選手も多く、川島選手が右投手相手にも代打に出ることがありました。長谷川選手の離脱も大変痛かったかなというふうに思います。まあその中でも内川選手を上げてみてもよかったような気もしますが、ファームでも1戦級投手相手に差し込まれてしまうことが多く、また彼を上げるとなるとダイソー含め2枠必要になるということも懸念にもなったのかなと思います。本来スタメンで活躍してほしかったバレンティンや上林選手の不振というのは本当に痛かった。終盤は点差のついた楽なシチュエーションの代打もあったので、まあ、数字を少しずつ上げてきた印象もあるのですが、シーズンを通してだと苦しかったんです。まあ、政子選手が要所で良さを見せてくれてはいたのですが、まあ、やはりホークス戦力層の厚さでスタメン出場ということが叶わない中、まあ、代打でどれだけアピールできるかというのが、まあ、今後大事になってくるのかなというふうに思います。まあ、日本シリーズのような短期決戦になると選手層のヤバさも感じる部分はあるので、まあ、そこはまあ心配することはないのかなというふうに思いますが、長期的なシーズンということになると、まあ、若干まだ課題も見えているかなというふうに思います。今宮選手が早々に怪我をしてしまって、牧原選手や周東選手らで争い、まあ、終盤は守備固め含め川瀬選手ら起用も、まあ、必ずしも全員が結果を残したとは言えないのですが、こういうところでファームの複数ポジション方針というのが良い方向に響いているのかなと思っています。打線のポジ要素としては栗原選手の大ブレイク、周東選手が1番として大成長したこと、柳田選手、中村晃選手、グラシアルらのコアが最強であること、中盤までは不透明も終盤に打線が固まっていたこと、こんなところでしょう。願い要素としては松田選手の代わりがいなかったこと、代打陣の不調、長谷川選手、今宮選手の怪我、バレンティン、上林選手の不振、こんなところです。続いて守備走塁ですが、今季の守備とにかくカチカチでした。失策49は4番目の多さ、平均的でもあるのですが、最小が46なのでほとんど同じです。 UZR は 59.1 でダントツ、レンジランズ 41.8 もパリーグトップ、アーム 10.0 もトップ、 DPR は 9.2 ですが、とにかく早急での進塁阻止、併殺完成、守備範囲すべてトップクラス。川瀬選手や周東選手のエラーなどもあったのですが、中村晃選手のハンドリングも素晴らしくカバーしてきましたし、外野でも栗原選手が本職ではないながら早急でも阻止してきました。そして要所でもとにかくミスをしない、自滅をしないというのがホークスの良さでもあるかなというふうに思います。そして以前森選手のところでもお話ししましたが、今季甲斐選手に批判も多かったんです。まあ以前私も動画で軽くお話ししたのですが、まあその際には割と批判的意見をご紹介させていただいて、まあこういうところもあるんですが、もっともっと評価されていい部分もあるよねということをお伝えしたかったんですが、まあ私の日本語力不足で少し言葉足らずになっていました。まあストレートを続けたり、ランナーが出たらストレートの比率がさらに上がることに批判もありました。まあしかしその日の調子というのは我々には分からず、現場の人にしか見えていない部分もあります。まあその中でキャッチャーがピッチャーとのコミュニケーションである程度形、配球もあったかなというふうに思います。球速がゆえに制球も荒いのがホークス投手陣。まあこの多彩な投手をリードして優勝に導いた、そして日本シリーズでも巨人を封じたっていうのは素晴らしく、まあ、本当に影の MVP に近い存在でもあるかなと思います。まあ打撃は一時期苦しみましたし、得点圏打率というのは大きな課題でもありましたが、まあ、要所で一打を放つことができましたし、防御率でリーグトップということは、まあ、本当に簡単にできることではないと思います。投手が注目されるホークスですが、まあ、その投手をリードしてきた甲斐選手にもっともっと評価されていい部分もあるんじゃないかなと思っています。そして機動力はもう周東選手がすごいことはわかるかなと思っていて、ダイソーでも切り札的に起用でき、今季はスタメン出場でも強く振って長打もあったり、ヒットを放ったり、四死球も取りました。まあ金子選手でも言われることですが、よく足が速い選手に当てれば何か起こるから当てろという意見が多くあるんですが、まあそれを当然にやってしまうと怖さがなくなってしまうんですよね。ストライクゾーンに投げ込まれ四死球も取りづらくなりますし、プレッシャーを与えられなくなります。そこで長打も狙えるようになったというのは本当に成長ですし、盗塁場面でもプレッシャーのかかる場面でしっかり決めてきて引っ張ってきました。さらに彼ら以外にも UBR 5.8 でリーグ2位、これだけ本塁打が多いチームでも次の塁を狙う意識っていうのがとにかく高いんです。ランナー2塁のショートゴロで3塁に進む、それが割と当然になってるんですよね。ギダが81で4位、盗塁99でトップ、これは周東選手の力を大きく、次が
ダイソー起用も多かった上林選手の8、まあ、序盤は下位打線に行く中でバントをしたり中村晃選手にバントなどもあって、まあ、相手からすると少し楽な部分もあったのですが、まあ、トータルで見るとそこまで多いわけではありません。全体のポジ予想としては栗原選手のブレイクでコアが1人増えたこと、打線の形が全体で見えるようになったこと、石川修太選手、東山選手、千賀選手、ムーアラで盤石のローテ、松本裕樹選手、笠谷選手、坂東選手、杉山選手、泉選手ら若手投手のブレイク、周東選手の大成長、とにかく自分でミスをせず走塁意識も本当に高いこと、願い予想としては前半戦打線の形が見えなかったこと、バレンティン上林選手らがレギュラーとなれなかったこと、長谷川選手の怪我とコロナ、今宮選手の離脱、今年も多めなマシンガン系と、こんなところでしょう。暴力的な戦力層でありながら怪我人が続出したこともあって2年連続優勝を逃してきたホークス、しかし終盤には揃ってポストシーズンでは猛威を振るってきました。それは今季も同じで離脱者も多かった。それでも若手のブレイクが今までと比べて多かったり、コアの適応力というのがやはり最強で、どんな好投手相手でも何とかしてくれそうな期待があるのがホークスのコア。日本シリーズでも多くの方にホークスの強さが分かったんじゃないかなと思います。ただもちろん課題もあります。若返り含め怪我人に悩んでるのは今でも続いていて、このコアの後を継げる選手たちが出てくるかどうか、期待の有望株はたくさんいます。まあ、柳田選手が怪我をしてしまった時に一気に苦しむというのがホークスでもありますので、若手のブレイクというところが期待されているかなというふうに思います。今シーズンの栗原選手や周東選手のように若手で、まあ、一気にレギュラーを取ってくる可能性もある若手選手もいますので、そこは期待したいなと思います。本日をもちまして今年の動画は終了になります。2021年はですね、まあ、1月の早い段階、多分2週目の火曜日から動画を出していきたいなというふうに思います。まあ、そちらでは全球団プロスペクトランキングをやっていきたいなと思いますので、ぜひお楽しみにお待ちください。それでは皆さん、良いお年を。本年度もありがとうございました。以上が本日の動画でございます。ご視聴ありがとうございました。